ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回もシムズの世界で1億円目指して稼いでいきましょう。前回は警察官になって働いて稼ぎつつ、警察署で盗んできたこのパソコンでですね、執筆活動を始めました。ちなみにですね、このホリデーサマーとはちょっと仲良くなったんだけど、またちょっと怒られてるね。これは同居を迫られたけど断った結果ですね。あ、テレビ消して出てった。よし、じゃあまたちょっと執筆していこうかな。お、子供向け以外の本も書けるようになってるな。どうしようかな。やる気の出る本、自己研鑽の手助けとなるやる気の出る本書けるみたいだけど、やる気の出る本書いてみる。じゃあこの本にどんなタイトルをつけますか。やる気が出る本だから、まあ、いわゆる自己啓発本だよね。本のタイトルは明日できることを今日するな。本の内容はどうせ明日でもいいんだし今日はサボっちゃおうぜという内容の本になっています。これはやる気出ないな。でもこの本読んだらやべえやべえって思って、逆になんか危機感煽られるかもしれない。なんか連絡来たな。なんだこれ。やあお金好き、君についてはたくさん聞いたよ。ほとんど悪いことだけど、まあいいよ。私もあまり好かれてないからね。時々一緒に出かけようよ。なんか嫌なやつからメッセージ来てんだけど、嫌なやつになってきてんだよな。そういえば評判最低まで来てるんだよね。だまだもっと悪くなれるっぽくて、ちょっと世間の評価を上げていきたいね。ここからちょっといい人にならないと。仕事までもうあと4時間しかないのか。ちょっと出発前に本読んでいきたいね。自分の本、明日できることを今日するなを読む。ふむふむふむ、なるほどね。明日できることは今日やる必要ないじゃん。緊張し始めたんだけどなんでだよあ、盗みたい気分。しばらく物を盗んでないせいで緊張感を味わってるらしい。意味がわかんねえんだけどなんか内装でもストレスが溜まってるみたいですね。ここにいると良くないな。ダメだダメだ。この本は、この本はちょっと出品しよう。印刷会社に送って。お金スキーの最新著作がアワードの候補になりました。え、アワード、なんか新人賞みたいに取れるかもしれないってこと。毎日少額の印税が受け取れるって。ちょっとずつだけどお金が入ってくるかも。毎日数百円だけど、いいね。毎日数百円でもいいよね。全然食費ぐらいにはなるんじゃないか。はい、というわけで仕事の時間になったので今日も頑張って働きましょう。あ、パソコン補充されてないかな。されてないされてねえんだけどこの受付さ、もう付箋でメモるしかないんだけど、書類まとめる方法が。パソコンなくなっちゃったからもう最悪なんだけど、本当におめえよ。お、犯人をまた指名手配可能になったぞ。でまた手がかりを追加して、よし、手がかりを見つけました。お、お金スキーは容疑者が長袖シャツを着ていることを見つけました。そんなもん着替えてるだろう、もう冬だったらみんな長袖なんだけど他にあんのかな証拠。ちょっとメモを見てみよう。容疑者は赤毛で長袖シャツでジーンズ。え、もうこれは見つかるでしょ。赤毛にジーンズ、長袖シャツだって。犯人どこだ。赤毛、あ、人がいる。ちょっと人いる。なんか全裸のやついるんだけど待って待って、え、ジーンズ、赤毛、お前しかないじゃねえか。容疑者について質問する。見つけました、犯人犯人見つけちゃいました。え、でも長袖じゃないなこいつ。え、ていうか全裸だったんだけど待ってそんなさ、服装とかもう変わっちゃうじゃんよ。どっか行っちゃったんだけど。お、来た来た来た。よし、本館はこれよりあなたに聞き込みをいたします。これはなんだ、公衆トイレみたいなこと。トイレに今こもっちゃってるんだこれ。走り回ってるけど、どうした。盗みの現場を見られて恥ずかしいだって。お前な、どこでどこでやったんだよお前もうバカじゃないの。出てきたぞ出てきたぞ。おい、尋問尋問。君赤毛だね、さらにジーンズ履いてるね。犯人なんじゃないの。犯人はあっちにいますよ。お、はあ、長袖ジーンズ赤毛、もう一人いた、お前じゃん見つけた見つけた。めちゃくちゃ怪しい全裸の男じゃなかった。君長袖だしジーンズ履いてるね、間違いなく犯人だね。そこにいるシムじゃありませんって言ってる。え、もう逮捕でいいと思う。お前が犯人だ、逮捕する。はい、捕まえました。よし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 、狼男に続き犯人逮捕しました。で、なんか容疑者の取り調べみたいのがあるな。こいつだ、あの狼男いなくなってる。取り調べってできるの。あ、取り調べる、ある。ちょっと早速取り調べしましょう。さあ出てこい、今からお前を取り調べする。いいな、どこで取り調べするんだろう。あ、取り調べ室、尋問室あるじゃん。お前やったんだろう。
シオネは疑っているようですとか出てる。うまくやらないとダメなのこれ、よっとして。あ、じゃあまずはいいやつだと思われた方がいい。いい警官を演じよう。キャンディーバーを当たる。まずお前腹減ってねえか。まずいきなりね、事件のことに踏み込んだらダメなんだよね。お、俺キャンディーには目がねえんだ。怒ってる食べ物で怪獣されると思うなよみたいな。軽い話をしよう。じゃあ軽い。いや最近寒くなってきたよな。お前も長袖ぐらい着るよな。もう顔が憎たらしいんだよな。どうしよう。自分の話。いや俺もさ、実は盗み癖があってめっちゃ盗んでんだわ。もう最悪だよパトカーに見つからねえ方法を教えてやるよみたいな。もう悪、明確な悪。ああダメだ、もう悪い警官になった方がいい。もうイカれた警官のふりしよう。おい早く喋れバカ野郎怖かった。びっくりしたわ、俺がびっくりしたわ聞いてる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 。相手ビビってるよ。よし証拠出していこう。お前この指紋が証拠だ、見てみろ。ほらどっからどう見てもお前の指紋だろうが。お、聞いてる。あ、なんか上のゲージがちょっと上がってきてるよ。犯人は長袖でジーンズ、完全にお前の特徴と一致している。これを見ろ、これが犯行現場の写真だ。さっきと同じ写真だ、もう一回見ろ。お、ゲージ溜まってきたぞ。お、容疑者罪を犯しているようです。来た、達成できたのか。ついに観念したようだね。え、やるじゃん。悪い警官演じた途端にものすごいリアリティだった。まるで悪いやつかのような演技だった。お、事件解決だって。素晴らしい。これで町から犯罪者が一人減りました。お金スキーが減ればもう一人減るんだけどな。コンピューターを使って次の事件を担当してから戻ってきましょう。これで終わりなんだね。取り調べもしなきゃダメだったんだ、これ。はい、今日も仕事が終わりました。2万7000円稼ぎました。休暇が1日もらえたみたいだよ。しかも、いい仕事をしたから。有給が増えたみたいなことなんだろうね。よし、もう一冊ぐらい本書くか。なんか愛のメールを書くとかもできるよ。愛のメールを書く。は？何これ？あ、愛のメールを書いて送ることができるんだ。誰に送ろうかな。待て待て待て。あの前の事件で逮捕したワイルダーウォルフガングがいるんだけど。マジかよ。こいつにラブレター出せるの？意味わかんないんだけど。あ、やっぱ目標が1億円だから、ウォード・ジュディスだよな。ジュディス金持ちのはずだもん。世界のスーパースターだからね。ちょっとジュディスにラブメール送ってみようと思います。あ、ちょっとピンクになってる！ウォード・ジュディス。いいぞ。ちょっと相手の家とか行けないのかな？よく考えたら相手の家行ったことなかったよな。マップが多すぎてどこいるかわかんないな。多分金持ちっぽい街にいるであろう。ここだ、多分。デルソルバレー。ここにジュディス住んでそう。セレブの家だもん。あ、ここだ！ウォード家。はい、というわけであっさり来てしまいました。ジュディスこんなすごいとこ住んでんの？すごくない？やばいんだけど大豪邸で景色もやばい。ちょっと待って、うおやばすぎだろうこれ。さすが世界のスーパースターだよ。やばいなマジで。家いるかな？ちょ、聞き耳立ててみよう。家にいるか。警官の格好のまま来てしまった。いるかな？ちょっと聞き耳を立てて。いるかな？いないかな？あ、お金スキーはジュディスがこの秘密を知っていることを嗅ぎつけました。ケンケン遊びのろくでなし。何それ？これがジュディスのプロフィールみたい。ジュディスはお金スキーが自身の問題について耳を傾けて思いやりのある助言をしてくれた時のことを思い出しました。あ、友人関係について助言したの覚えてくれてる。で、秘密はケンケン遊びのろくでなし。近所の子供たちとは何時間もケンケン遊びに明け暮れたものです。ある日界隈で最強のケニーと対戦することになりました。彼が一瞬目を離した隙に自分のホップを少しごまかして楽をしました。その結果自分が勝ち、近所でケンケン遊びの王者になりました。うわ、こいつズルしてケンケン遊びの王様になったんだって。秘密を握っちまったな。すっげえどうでもいい秘密握ったな。じゃあノックしてみるか。いるかな家に。あ、いるいる、家にいる。入れてくれる。あ、入れてくれた。さすがスーパースター、輝いてる輝いてる。ちょっと仲良くなろう。秘密で脅せないのかな。俺はお前の秘密知ってるぜみたいなやつないのかな。ないな、ダメだな。ちょっとさ、外で話すのもなんですから中に入りませんか人ん家だけどさあ、まず1階から。あ、すごい応接室。座ってみよっか。お邪魔します。本館ちょっと操作させていただきます。いやー、大豪邸だよ。やばいやばい。暖炉ある。火つけれるのこれ。勝手に人んちの暖炉に急に火入れるやつ。いや、いいとこだなマジで。何この家。
やっぱジュディスとは仲良くなった方がいいかも。あ、隣に座ったぞ。あ、ファーストキスできるの？ファーストキスしちゃう？いけるか？いけいけいけ、玉残しだ、逆玉だ、いけ。ついにこの時が。おお、来た。ファーストキスまでこぎつけました。でも全然まだなんかそんなに仲いい感じじゃないけど、ついにお金好き、人生初めてのキスです。これがちょっと、俺は他の部屋も気になるけど、何これ、鍵回るって、何これ、え、ジュディス、俺ちょっと他の部屋も見てくるよ。何鍵回るって、匂い嗅いでんの、え、キモいな。結構キモいな。何これ、なんか盗もうとしてる、何かを取ってる、あ、違う、なんかこれ書類とか漁ってんの、これ。お金スキーはここで秘密を見つけられるはずでしたが、関連する秘密は全て見つけていました。あ、もう秘密知ってんのよ俺。うわ、すごい、レコードプレイヤー、これとんでもないのあるな。うわー、専用のチェス台まである。いやー、なんとしてでもジュディスとは仲良くならないと。ちょっといいとこ見せようか、楽器弾いて。弾けるのかお前、ピアノは下手くそだったよね。あ、結構様になってんじゃん。うん、全然ダメじゃねえか。全然ひどいんだけど。あ、でも喜んでくれてる。ジュディス音感ゼロかこいつ、それともめちゃくちゃいい人か。めっちゃいいバイオリンなんだろうなこれ。ダメだ、やめとこう。やめとこう。これじゃない、これでは仲良くなれ。うわ、トイレ黄金なんだけど、ちょっと使わせてもらおう。なんだよこれ、超高級ホテルでもこんなんないぞ。あ、こいつ何か盗もうとしたな、ここで。こいつなんか盗もうとしてジュディスに見られてんだけど、いつの間にか。手癖が悪すぎる。バカじゃないの。お、踊ってる踊ってる。おー、キレキレじゃん。ちょっと気持ち悪い感じするけど。ジュディスもキモい。こいつら下手くそか。ダンス下手くそ勢か。それともこういうダンスなのかな。世界のスーパースターがやることに間違いはないだろう。ちょっと2階を見てみよう。やばいやばい、1階こんな感じだ、もう吹き抜けだよ。寝室がさ、お姫様のやつなのよ。っていうか虎柄かよ。うわー、2階にも風呂、これ入れるかな。風呂入ってみよう、ちょっと風呂入ってみよう。入れるかな。おー、入れる。あー、最高かよ。いいね。いや、マジここ居心地良すぎる。うちもちょっとずつでかくなってるけど、この豪邸と比べたらもう無理だよ。しかもトラビスの家だったら怒られたけどさ、ジュディスは怒らないんだけど、風呂入っててもめっちゃ優しい。え、じゃあベッドで寝るかな、ちょっと疲れてきたみたいだし。ちょっと仕事の後だからさ、実は疲れてんだわ。おやすみ。ジュディスどこ行ったっていうか、あ、ジュディス下にいる。へえ、全然ここで寝ることを許してくれる、トラビスと違う。いや、1時間後に仕事始まるって、もう休みたい、俺はここで寝てたい。っていうかジュディス徹夜してんだけど。あ、金庫ある。おい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 、金庫見つけたぞ。来たー、開いてるし。いくら入ってんの。ゼロ。おい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 、ひょっとして派手な生活しすぎて金ないのか、ジュディス。もしや、あ、え、待って、こっちにも寝室あるんだけど、やばすぎ。あ、もう仕事の時間だ、もうしょうがない、行くか。いや、もうなんか警察なんかに二足三文稼いでもしょうがない気がしてきた。あ、でもやるか。容疑者はタンクトップを着ていて子供が嫌い。そんだけでわかるかよ。え、子供が嫌いか聞くってできるの、そんなこと。いや、待て待て待て、タンクトップみたいなやつがいっぱいいすぎてわかんねえ。お前か？容疑者聞いてみるか。お前だろ。もう決め打ちで行くしかねえ。犯人はお前じゃないのか？全く見覚えありません。お、ジュディスから電話だ。なんだ？リチャードソン・ルークさんについて話したの覚えています。すごくいいデートになりました。お前、俺とキスしたのに、おめでとうございますじゃねえんだよ。おいおいおい、取られちゃう、ジュディス。こいつもタンクトップっぽいんだけど、これなんて服なんだこれ、わかんない。破けたハンカチみたいな服着やがって。わかんないんだよ、女の人の服。こいつ逮捕するかな、もうしょうがないよな。逮捕してみよう、もう仕方がない。本官は現場に強い。なので出たとこ勝負する。お前を逮捕する。お、来た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 。いいよ。お金好き、注目の新人になったけど。ちょっと有名な警官になってきたのかも、ひょっとして。じゃ
ちょ、容疑者の取り調べをしよう。お前はタンクトップを着ているから怪しすぎたんだよ。刑務所の怖さを語ろう。ふざけんなよ、刑務所怖いところなんだぞ、この野郎。ふざけんなよ。聞いてる？やっぱアメとムチだと思うんだよね。だから美味しい食事を約束する。ここ出たらステーキ食わしてやるぞ、どうだ。お、喜んでる。いいよ。賄賂を要求する。金をよこしたらお前逃がしてやらんでもないぞ、どうだ。お金もらえたんだけど。お金もらえた。おい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 、1万5000円もらったぞ。おめえまだ持ってんだろ、知ってんだぜ。うわー、また1万5000円入ってきた。おめえでもまだ持ってんだろ、本当はまだ持ってんだろ、出せよ。うわー、8万円もらった。まだ持ってる、まだ持ってるよな。あー、3万5000円もらった。お、仕事終わった。やべ、今日めちゃくちゃ稼げた。すごいぞ。信じらんないぐらい今日稼げた。めっちゃお金貯まった。でも、いいのかこれで。おかしい。いいやつにはなれねえ。さあ、また貯金するときが来ました。え、めっちゃお金貯まってきたぞ。今、貯金が45万円入ってるんだけど、ここにお金を入れる。はい、30万さらに貯金できました。ジュディスから電話だ。突然って驚くと思うんですけど、あなたとは友達で、それでもそのあなたに恋しちゃったんです。今度デートしてくれませんか。おー、もちろんデートしよう。来た、恋人できた。ついに。ついに恋人できたぞ。お金好き。ホリデーサマーだけど家で一緒に過ごさない？って来た。 OK。 やばい、どうしよう、急にモテ期来たんだけど。え、やっぱ警官になったからかな。悪が一人減ったんだもんな。でも悪が一人減って代わりに巨悪が誕生しようとしてる気もする。ちょっと、もうこいつさ、もう警官の権力限界まで使う気なのよ。オフでも制服着てんだけど。お、デートしてる、デートしてる。待って待って、ちょっとさ、その評判を上げたいんだよね。このままだと取り返しのつかないことになる。もうなってるかもしれないけど、この世間の評価も上げたい。どうすれば上がるんだろう。なんか善行をしたい、善行、いいことしたい。あ、あなたと一緒にいると楽しいって言ってくれてる。ちょっと怒ってるんだけど。不快なんだけど相手。なんで不快って。ちょっとずつ仲悪くなって。相性悪いんだって、やっぱこれ。時々ちょっと仲良くなって、あ、でもホリデー様は幸せだって。まあまあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。お前盗んだろ。お前なんか盗んだだろ。この家からどんどん家具が減るんだけど。今何盗んだ、何盗んだんだよ今。帰るか、一回帰る、一回帰ろう。手癖が悪い。警官の服装で安心させて家に入り込んで物を盗むとかいう地獄みたいなのが始まってる。何盗んだんだよ。ミニオーディオブラスター。いいもん盗んだな、お前。かなりいいもん盗んだな。アパート住まいのオーディオマニアのための究極の小型ステレオ。これめっちゃいいやつじゃん。なんか、ちょっと、かっこいい台みたいの買うか。いいね。よし。で、ここに。あー、素晴らしい。どんどん盗品ルームが、盗品ルームが充実していく。てか、テレビも盗んだのに、トラビスの家から。ついにオーディオまで盗んでしまった。あの家もう行く価値なくなっちまうな。はい、というわけで今回ここまでにしようかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。今回かなりね、お金を稼ぐことに成功しました。やはりね、お金はあるところから持ってくるのがいいのかなと思いました。ちょっと次回からちょっといいやつ目指そう。お金も稼ぎながら続きを見たいと思ってくださった方はね、ぜひ高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃまたね、バイバイ。